シットヘッドは宮殿やカルマとも呼ばれるトランプを使ったゲームの一種である。場の一番上のカード以上の強さを持つカードを出していき、出せなければ場にある全てのカードを取らなければならないという単純でわかりやすいルールのゲームで真面目なゲームというよりは遊びとして行われる。元はスカンディナビアのゲームであったようだが現在は世界各地で遊ばれている。 ゲームの原理としては、ロシアのドゥラークと同じビーティングゲームに属するが、ドゥラークよりも運任せの部分はずっと大きい。シットヘッドとはバカという意味であり、最後まで上がれなかった人のことをこう呼ぶ。ドゥラークも同じ意味である。ゲームのルールは統一されていない。ここでは、モーヘッドへとに従う。ゲームの参加人数は決まっていないが、一応二人。 以上6人まで遊ぶことができる。通常の52枚のトランプを使用する。ジョーカーは入れても入れなくても構わないが、6人で遊ぶ場合は、ジョーカーを2枚入れる。カードのランクは a k q j 1 9 8 7 6 5 4 3である。このゲームでは、カードの数とは意味を持たない。最初のディーラーは何らかの方法で決める。ディーラーは、プレイごとに時計回りに交代する。 表向きのカードは、裏向きのカードの上に重ねるディーラーは、各競技者に、以下の3段階に分けてカードを配る。裏向きのカード3枚を横に並べて配る。各競技者はこのカードを見てはならない表向きのカード3枚を、それぞれ裏向きのカードの上に重ねて配る手札3枚を、配る、残りのカードはまとめて、テーブルに伏せておき、山札とする。プレイの前に、各競技者は、 主冊の一部、または全部を自分の表向きになったカードと交換できる。表向きになったカードの中に3のカードのある人が最初にプレイする。誰も3を持っていなかったら、主冊に3のある人が最初にプレイする。主冊にも3がなければ、同様にして4のカードのある人、5のカードのある人が最初にプレイする。最初にプレイする人は、 主冊の中のどれでも一枚を表向きに場に出す。この時、同じランクのカードが複数あれば、まとめて出してよい。出したのと同じ枚数を山札から取ってきて、手札に加える。他の競技者は時計回り二順に、場に出た一番上のカード以上のランクのカードがあれば、それを表向きに場に出す。この時も、同じランクのカードが複数枚あればまとめて出せる。なお、枚数は、 前の人の出した枚数と一致していなくて構わない。やはり出した枚数だけ、山札から取ってきて、手札に加える。場に出たカード以上のカードを出せない場合は、代わりに場に出ているカードを全部取って主札に加える。この場合、次の番の人は何でも好きなカードを出すことができる。山札が尽きたら、山札から手札を補充せずにプレイを続ける。主札が尽きたら、 主冊の代わりに表向きになったカードを出す。ルールは第一段階と同じである。出せない場合は場に出ているカード全部に表向きになったカード1枚を加えてそれを手札にする。主冊の枚数がゼロでなくなったので第一段階に戻る。主冊も表向きのカードも尽きた場合は裏向きになったカードを出す。どれを出しても良いが出す時にカードを見てはならない。 出したカードがたまたま場に出ているカード以上のランクであれば、それで良いが、そうでない場合は、場に出ているカード全部に出したカードを加えて、それを手札にする。主札の枚数がゼロでなくなったので、第一段階に戻る。主札、表向きのカード裏向きのカード全部を出すことに、成功したら上がりとなる。プレイは最後に一人が残るまで続けられる。ジョーカーはいつでも出せる。 ジョーカーを出すと、カードを出す順番が逆になる。次の人は、ジョーカーの下にあるカード以上のカードを出さなければ、ならない。2は、いつでも出せる。また、場の一番上に出ているカードが兄の時は、何を出してもよい。10は、通常のルールに従うが、10が出たら場に出ているカードをすべて流す。流したカードは、そのプレイでは使われない。10を出した人は続けて、 任意のカードを出すことができる。同じランクのカードの4枚組を出したら、やはり場に出ているカードを全て流し、同じ人が続けて任意のカードを出すことができる。4枚組はまとめて出しても良いし、場の一番上に出ているカードと同じランクのカードを出して、合わせて4枚にしても良い。クレイジーエイトと同様に、特殊カードには他にも様々なローカルルールがあるが、省略する。 最後まで上がることができなかった人は頭から紙袋をかぶせられる。紙袋は次のプレイで上がることができるまでとってはならない。ありがとうございます。